なんか怖いな、ジョンさん顔が。どうも、激辛ジョニーです。今日も見直しに火をつけちゃうぞ。やってきましたはい、ということでね、私本日は埼玉県所沢市にやってまいりました。なんとですね、こちらに激辛ラーメンがあるということで、今回私ねやってまいりました。そのちらの名前がですね、極辛マグマーメンということでね、噂によるとですね、お玉一杯分の唐辛子が使われているというね、とんでもないメニューでございます。お店の名前がですね、北海道ラーメン龍源さんというお店なんですけれども、なんとそちらのオーナーさん、スタッフさん、こちらのメニューは辛くて食べられないよというぐらいね、もうスタッフさん、お店の店員さんも食べれないよというぐらいね、辛いメニューなんでね、今回私この激辛ラーメン調査していきたいと思います。楽しみでございます。はい、ここでね宣伝させてください。皆さん、月々の携帯代高くて気になってませんか？今ですとね、月額2980円で楽天モバイルに変えますと、月々ギガ数無制限で利用できます。YouTube もね、カクつくことがないので、ギガ数を関係なく YouTube 楽しめますんでね、気になる方は概要欄下のねリンクをチェックしてみてくださいということで、こちら来ました。北海道ラーメン龍源所沢2号店でございます。行きましょう。はい、ということでこちらが来ました。極辛マグマーメンということでね、見てください、これやばくないですか。もう真っ赤っかですね。まさにマグマのような、すごいね、真っ赤っかだね、はい、もうやばいね、辛そうだね、卵とチャーシュートッピングでございます。はい、熱っ、美味しそうでも、はい、いただきます。さあ、極辛マグマーメンお手並み拝見ですよ、ということでね、ちょっと、はい、スープ一滴いきなよ。僕からですか？独身して、独身してよ。わかりました。どんなもんか、じゃあいただきますね。いいですか？はいはい、ではいただきます。やばい、辛い辛い、やばいね。あ、もう汗出てきた。めっちゃむせてんじゃなくて。じゃあ私いきます。いただきます。うん、いかがですか？うん、辛いようですね、この反応は。マグマだ。マグマだ。じゃあいきますよ、これ。麺、どうぞ。辛そう、汗が止まらない。躊躇したらダメだからね、一気に吸わないと。気に入った。うん、一口一口の量がすごいですね、前回の。うまくんでもそうです。おー、チャーシュー美味しそう。チャーシュー、チャーシューになったうん、これは辛い。具材はね、もやし、ネギ、チャーシューに煮卵。汗がすごい、感情じゃないです。うん、どうですか、さっき言ったスープだけでしたけど、麺に絡んだスープはやっぱ辛いですか？辛い。うん、チャーシューはいかがでしょうか？おいしいね。この量が毎回口に入りますね。これ辛い。僕も汗が止まらないですけど、これは強敵よ。強敵。気に入った。うわぁ、あー、卵美味しそうですね。卵で甘さを、はい、うん、うん、黄身がいいですね。まあ、そうだね。今日はちょっと久しぶりにこんな汗かいてる現場見ましたね。一気に頬張り、うん、カリエンペッパー、うん、
汗止まんないですよ、これ。ニンニクとラー油、これ醤油ベースなんですけども、非常にいい味で出ますよ。めちゃくちゃ辛いけど、すっごいね、これほんとマグマみたいなスープの色してるよ。普通に考えてさ、お玉一杯分の唐辛子ってやばくない？お玉どれぐらいの大きさなの？普通のもうこんぐらいの。本当にこれ、本当これぐらいいっぱいいっぱい入ってる。おかしいでしょ、この赤さ。色おかしいもん。赤さが尋常じゃないですか。まさにマグマ。一気にいきますね。麺に関してはもう半分以上は食べたんですかね。はい。ジョニーさん、蒙古タンメン好きじゃないですか。はいはい。あれの北極、一番辛いのと比べると今のところどうなんですか。こっちの方が辛いと思う。こっちの方が辛いと思う。辛いですね。すごい辛いっぷり。これが見てるといいですね。だいぶもう麺がなくなってきたんじゃないでしょうか。いやすごい効いてます。口の中激痛でございます。時間差でじわじわとじわじわきますね。時限爆弾のように。来ましたね。さあここからどうにかスープだけとなりますね。そうですね。残すところこのスープ。スープがすごいですね。一つだけで汗が吹き出ましたけど。これ辛そう。いきます。飲んだ。どうですか、前回の生駒県と比べたらいけるってことですね、このスタンスは。唐辛子濃度が濃いから水でね、ちょっと。いらんわ。いるわけないだろう。なんで足さなきゃいけないんだ。スープをどんどん飲み干しております。頑張れ。激辛っていうのはやっぱり戦いなんですよ、己との。なんかね、スープ飲んでんのにすっげえジャリジャリするの。唐辛子がジャリジャリしてる。その水分の量に対して唐辛子の比率が溶けきれない。スープを飲んでるわけない、これ。唐辛子を食べてるような感覚です。なるほど。パンチンじゃ真似できないな。もうあと3分の1、ちょっとあるか。どうですか、体力的には。もうかれこれ濃いんだわ。濃いですね。色がカメラで伝わるか分かんないんですが、汗にご覧いただけますか、この汗。お、一気にいきますね。一気にいくぞ。いったか。下に一気に。なんかこれ飲み干したら下にすごいちょっとグロい人みたいになってますよ。それだけ赤さが際立ってるんで。なんか怖いな、ジョニーさん顔が。水で中和しないと、マジでやばい。お、下には見えてきましたよ、お店の証が。龍がいる。俺は龍を見たい。見てくれ。大丈夫ですか。あと少し頑張って。いるよ。
限界だから。完食おめでとうございます。優雅ごちそうさまでした。辛かったよ。うわ、その名にふさわしい激辛ラーメンですよ。名前通り、名前通り。いや、というかね、期待を上回った。辛いの苦手な方はね、あんま絶対挑戦しない方がいい。一応この下に3段階ぐらいあるんですよね、はい、極辛マグマ麺、その名にふさわしい激辛ラーメンだったのではないでしょうか、埼玉県所沢市にありますからね。皆さん、これは辛い、はい、辛さレベル88.5 ぐらい。 8.5 ギネスに登録されたような唐辛子を使ってるわけではないですけど、はい、辛さは本物、なるほど、うまさも本物ということで、本日も皆さんご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。通知設定の方もね、ぜひオンにしていただけるとね、動画アップロードしたらすぐ行きますんでよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。